ダラス・イクシータス・オオズグロカモメは、チドリメカモメ科に分類される鳥類の一種である。ロシア南部から中央アジアにかけて、局地的に繁殖する。陶器は、航海からインド沿岸に渡り越冬する。日本では主に、九州地方に、冬鳥として捕イするが、数は少なく、局地的である。現在定期的に捕イが確認されているのは、 熊本県の熊川川口付近だけである。全長約69センチメートル。セグロカモメよりも大型なカモメである。夏は,は頭部が黒く目の上下に白色部があり、背中や翼はつらは青灰色で、体の仮面は白色である。くちばしは黄色で先端部に黒色の帯がある。冬和では頭部は白く目の周囲から後頭部にかけて、 黒縁が散らばっている。ただし、他の種類と比べて、夏和に関羽する時期が早く、2月頃に夏和に関羽している個体もある。私有動植である。繁殖期には内陸の故障や河川の周囲に生息する。非繁殖期には内湾、干潟、河口に生息する。日本では、セグロカモメの群れに混じって1、庭でいることが多い。植生は、 動物食で魚類、小哺乳類、昆虫類を捕食する。繁殖形態は卵生。繁殖期は5から7月で地上に餌草し、2から3段を生む。鳴き声はああ,ああ。冬和は,は、キアシセグロカモメと似ているが、体が一回り大きいことと、顔に黒縁があること、翼先端の黒色部が小さいことから、区別できる。夏和では、体の大きさから、 多種区別できる。ありがとうございます。